なんかいい椅子あるんだ。そうなんです。すごいですね、なんか。はい、今日はちょっといい雰囲気の中お届け。あれ、どうしたんですか、小野塚さん。いい女見えてる。今すごい見えました。なんかいい女見えてるね。長い髪の毛をこう撫でてる。いい女見えてる。見えました。はい、これぐらいしかせないけど。ちっちゃ。全然そんな感じしなかった。さあ、樋口君、今日は何やるんですか。今回はですね、まあ以前、はい、グランピング企画。いや、楽しかった。楽しかったですね。楽しかった、グランピング。そうなんですよ。それぐらい思い出に残るグランピングだったんですけれども、はい、まあ、これから、まあ、暖かくなってきますよね。あー、ほんまや。そうなってくると、やっぱりグランピングには最高のシーズンとなっていきます。そうなの。そうなんです。焚き火とかがあるからちょっと冬がいいのかと思ってたけど、はい、春がいいんだ。春は春で、だから得体の知れない虫いっぱい飛んでくんじゃん。あの怖えキャンプに、山にしかいないようなこんなでかいさ、得体が知れない虫。ちょっと待って、東南アジアみたいな虫。東南アジアみたいな虫。小野坂さん、どこの山で過去グランピングしてたの。怖い怖い。あれ、ランタンにドーンと。そんな虫は出ないので、だってやりたいですよね。やりたい。どういうこと。怖い怖い。あ、そうだ、ロケ行けないね。なので今回はグランピングに関する企画でございます。これからですね、グランピングで使える便利グッズが、え、一番好きなやつやん、グッズ。そうなんですよ、江口くんいっぱい買うてるけど、何も使い道ないやつ。やめてください。小野坂さん、散々買ったまだ使えてないグランピンググッズの数々はまだ言わないでもらっていいですか。あ、内緒だったん。あれ内緒ですよ。ただのゴミになってる。ゴミになってない。ゴミになってない。使ってないだけ。江口くん常にゴミ買うじゃないですか。やめてください。勘弁して。ゴミ買い声優。ゴミ買い声優。不名誉不名誉。不名誉なあだ名ついてますから今。明日から NT1 のところにゴミ買い声優。江口拓也。ゴミ買い声優。後で編集してポポンみたいなやめてくださいね。はじめ。そういう企画じゃないんですよ。今回はですね、まあ、グランピングで使える便利グッズ、次々と出てくるんですけれども。本当に便利なんですね。そうなんです。ただパッと見使い方がわからないものを用意してる。俺グッズ王だよ。いや、そんなグッズ王小野坂雅也さんも、そんな使い方ある。お前らに今日恥をかかしてやる。まあそれが当てられたら正解というところで、早速、はい、ちょっと最初のグッズ入れ込んでいただきましょうか。お願いします。もう来た。ええ、来た来た来た。触っていいんですかこれ。いいですか。嘘やん、俺もう触った瞬間わかるよ。いや、でもそういうことですよね。なるほど。どっちから出す。せーのでいいですか。せーのでいきましょう。せーの、ドンバン。岩塩&ブラックペッパーミル。お前塩ってな、これ塩ちゃん、これプラスチックやで。お前これプラスチック、お前これ塩でできてると思う。塩入れてさーっとこう、ここで削ってやるっていう。これ塩ちゃうで、これプラスチックやで。違うんですよ、塩を使うっていう、それを全部まあまあ塩かなっていうテーマ、テーマ塩。大体じゃあ同じ、ミルってことね。まあそうですね。正解はドン。うわ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 、怖っ。ペッパー&ソルトミル。合ってる。怖っ。大恥かいてしまいましたな。まあまあ一問目ですからね。最初はちょっと何これって思いましたけど、いや、荒すぎんちゃうと思った。俺やったら使えへん。さあ、じゃあ続いて2問目いきましょう。俺全問分かっちゃうって。こちら。え、うわ、え、これはさ、え、使い道山ほどあるやろ。あ、要はこれをどこで使うかです。痛いな、これめっちゃ硬いやん。めちゃくちゃ硬い、痛い。多分ここに挟んだら痛いっすよ。
なんだろうな。でも要はキャンプのシチュエーションでこれを使うってことでしょ。出口くん、ここがね、はい、丸じゃなくて、そうですね、四角になってるんですよ。確かに手中に行けるってことですよ。そうですね、で中は柔らかくなってる、まあ、確かに痛くはないですね。ここは痛くない、こんなに強くても。ただこうやったら痛いんですよその拷問の仕方、痛い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 マルチに使えるとかやったらしばきますよはい、できました。では一斉にオープンしましょう、はい、オープン。ダン。テントの中にランタンを吊るせるもの。ここにつけるやつ。え、何ですか。あのこのテントの、はい、このエグさん、今時三角テント立てる人いないこの棒一本で、はいはい、あの支柱をこうやるやつの、はいはいはい、ここの棒にこうつけて、はい、ここら辺のあの紐とかをまとめられる、はい、やってみましょう、はい、オープン。小物掛けクリップ。ああ、もうこれしばかなあかんな。これもう君のことをしばかなあかんな。でも小物掛けクリップってことは要はランプも掛ける。そんなん持ってきたらあかんねん。さっきも言うたけど一つしか使用目的がないものしかこういうクイズにしてはいけない。何でもかけれるって言い出したらもうそれはそこでもうしまいやねんそれは小物かけ言い出したらもう終わりやねん。どんどん行きましょう。3つ目でございます。いや、これ当たるやろそら。俺わかるよこんなん。え、さあこれもまたマルチな感じ出てきましたよマルチグッズの香りしますけれども。え、こんなちっちゃいの。さっきのちっちゃい版みたいなね印象ありますけれども。いや、これは単純なんじゃないですか。これはいきました。はい、せーの、トン。これ僕は余ったロープなどを束ねて固定できる、はい、まあ、いわゆるその家で使うときは AC がこう長かったりなんかしたらダラーンとなったのをここにパラッと。僕はこうこう物をこうやってコップとかを吊るすようなこの棒のこういうところにここを入れることによって一つが二つになる、はいはいはい、でもこれ一つしかかけへんかったらバリリーンってなってまうよ。うまい具合になるバランスになってる。うまい具合になるバランスになっている。はい、これはもう非常にあの天文学的な計算で成り立ってて、うん、一つで使いたいときはふんって。え、どうした爪の間に。ちょあのさ、江口くん、この部位 なかったことになってまうから怪我だけはやめてくださいこんなしょうもないことで。どう、こんなしょうもないことで爪に刺さりました。これ刺されへん江口くん、安全。刺されへんから。これは、はい、正解は、え、焼き網ストッパー。え、焼き網を、ちょっともらって、焼き網を身をストッパー。あ、え、どういうこと。えぐちくん、これです。諦めたんや。便利ちょっと、俺まだ理解できてないんだけど、どういうこと教えて、えぐちくん。まあ、固定させるってことですよね。どういうふうに、どんな時に。こう、大きいのでも、ちっちゃいのに使えるっていう。何を言ってんの。便利、大きいのでも、ちっちゃいのに使えるっていう。何を言ってんの。便利。触っていいんですか。はい、これさ、何？ずっとさっきから絵で描いてくんねんけど、絵うまないから何描いてるか分かれへんのよ。はい。せーの、ドン。これですね。まず僕分かりやすいとこからいくね。はい。頭に枕のようにかぶって寝ると、はいはい、横風などが
来た時に寒くない。そんなに風邪きます？知らないけど江口さんは逆に足ですね、はいはい、あ足あったか足あったか、どう使うんですか？ふかふかしてるからここら辺に置いといて、はい、こうやってあったけって。あったかいですかそれ？多分使ってるうちにあったかくなるんでしょうね。やっぱりフィットさせたいときは、うん、止まりませんね。でこれでそれ、うわー、それ持ち運びの時のやつですよね。あったかー、風も来ない。正解でしょ。正解を。フェイス。フェイスサンシェード。なんすかそれ。いやだから日よけでしょ。だから結局。でも足にも使えますよね。使えるか。まだあります。なんだこれ、1,2,3,4,5,6,7,8 タコ。ここに8本あるからだからここになんか多分こう置くんだよね。タコはあながち間違いではない。え、タコしか置けないの？タコしか置けないの？タコ専門。いや、タコ専門。はい、行きました。はい、じゃあいきますよ。せーの、ドン。スモークなどをするときに食材を吊るしたりできるやつ。まあ、江口さん、あの囚われ方がこうでしたけども、はい、僕はこうなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、この穴から要は煙を、うん、煙が出て。あー、なるほど、はい。タオルめっちゃ乾くやつ。どういうこと？びしょびしょびしょ、はい、うわーこれすぐ乾かさなきゃー、ファサー、はい、でここから風、ふわー。その風ってどっから来るの？こうですね。人の人力ってこと？はい、はい、そうです。正解やろ。正解はトースター焼き。トースター焼く。え、ここにトースターを立てかけるわけ？あー、そういうこと。なるほどね、だから同時に4枚まで焼けますよっていうことか。食パンを。そんなん網でやったらいいやん。それだと焦げすぎちゃうんですよ。はよ返したらええやん、パンパンって。何のためにその火力を調節できるように炭をこう。パン一気に4枚も焼けるなんて考えたこともなかったわ。俺の想像してたキャンプグッズとちゃうかったな。もっとなんか全くわからんような形のやつ出てきて、どうやって使うの、すすす、閉めてくださいちゃうねん。今からもうものすごい、長くなるぞ。ちょっと企画を考えた人へのちょっと苦情がありますので。長くなるぞこれ、また今日。長い。え、長いんですよ。長かった。文句が長いんです。文句が長い。文句が長かったです。ああ、今日1回目ですから。あ、スタッフ任せてください。はい、当たり前じゃないですか。はい、そんな簡単に分かるものです。何、どうした？次は。そうですね、次こそは。はい、そんな使い方して便利。あ、続編があるってことね。買います、これ。それが欲しいんです。それ言いたいわけよ。もう欲しいみたいな。任せてください。第2弾の時はそちらでいきたいと思います。で今日は、はい、小手調べ編です。小手調べってことね。はい、そうです。わかりました。じゃあいいですよ。ということで次のね、グランピング企画も楽しみにしててください。はい。